ご指名ありがとうございます。金美館通りの藤村です。今夜も夜の雑学をお届けしたいと思います。一昨日の動画では意識して早口で喋ってみたんですが、後から聞いたらなんか違和感がすごかったので、また自分のペースで喋ることにします。ドラマや漫画で見かけるホストクラブの世界って現実とはだいぶかけ離れてるんですけど、中でも藤村が違和感を感じるのは、ホストクラブのお客様の女の子たちがチヤホヤと接客されて楽しそうにしてるシーンだったり、指名しているホストが隣にいてキャーキャー喜んで恥ずかしそうにしてるみたいな場面の描写なんです。実際は自分のことをただの客だって認識して通ってる子よりも、自分のことを指名してるホストっていうか、指名ホストのことは担当って呼ぶんですけど、その自分のことを担当の彼女だと思ってる人が多いので、まあホストがそういう設定で営業をかけてるからなんですけど、特に大金を使ってる子ほど一緒に住んでたりするので、ホストクラブに遊びに行くっていうよりも自分の彼氏の売り上げのために来てやってるみたいな感じなので、ナンバーワンとそのエース客のテーブルだと、なんかテーブルの上に1000万以上のボトルが並んでるけど、その前でホストと女の子のお互いが無言で携帯いじってたりするっていうのは、まあよく見る光景です。あとはだいたい喧嘩してたりとか女の子が泣いてるとこも珍しくなくて、もちろん散々お金を使わされてるわけですから、泣きながらもう別れるとか女の子言ってるんですね。それをお店の代表みたいな偉い人だったり仲のいいヘルプだったりがなだめて、なんとかちゃんの支えがあるからこそあいつは頑張れるんだよみたいな感じの、めっちゃフォローの連携プレイで女の子の機嫌を取ります。それでその流れで女の子は仲直りシャンパンとか入れたりするんですよね。こんな感じで、そのお客様の女の子の性格にもよりますけど、別にみんながみんな漫画みたいに担当ホストから悲鳴扱いされてるっていうような場所ではあんまりいないんです。一番チヤホヤされて楽しませてもらえるのは初回って言って、そのお店を初めて訪れてまだ指名が決まってない状況の時かなって、その時ぐらいはすごい悲鳴扱いされるので、うん、まあそれぐらいかなって思いますね。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。